ドールホールディングスは航空機を主体とした国際宅配便、運輸、ロジスティックスサービスを扱うオーストラリアの国際輸送物流会社。2015年5月に日本郵便により買収され同社の子会社となり、日本郵政グループの一員となったが売却を検討中と2020年8月に報じられている。 アジア太平洋地域を中心に50カ国1200拠点のネットワークを運営している。トールの EV トラックボーイング737、トールホールディングスには5つの事業部門がある。トールグローバルフォワーディングは複雑なサプライチェーンサービスから拠点間貨物輸送に至るまでの範囲の国際貨物輸送及びサプライチェーン管理サービスを提供する。トールグローバルロジスティクスは 専門的なロジスティックスサービスを担っており、貨物輸送、倉庫、クロスドッキング、港湾物流、サプライチェーン及び製造などの分野で、輸送、倉庫保管などの付加価値サービスを提供する。通る資源、政府物流は、オーストラリア、アジア、アフリカの石油、ガス、工業、エネルギー、並びに政府及び防衛部門に対して、物流、サプライチェーンサービスを提供する。 トールグローバルエクスプレスは、宅配便などを担う会社であり、サービス範囲は、宅配事業、域内及び、週間の期間輸送、週間、梱包及び配送、並びに、文書管理、データウェアハウス及び印刷管理などの、データドキュメントサービス、並びに、航空輸送及び関連する2役などを行う。トール国内フォワーディングは、オーストラリアとニュージーランド内の道路、鉄道、 海上貨物輸送を担う。ありがとうございます。